はははいここんんんにちはこんばんはえっ、ー、とねもう動画ね撮るのかなり遅れてるんですけどあの米津玄師新曲が発表されましたまずね新曲発表されたってところがねあの一番ねあの大事なところなんでそこをねおめでとうございます ってことでですね、新曲が出たので、その話をしようと思います。まずね、タイトルがですね、毎日っていう曲名、ちょっとね、質が高いかな。はい。毎日っていう曲名の新曲が出ました。でね、アーシャも公開されております。ね、d ーレコーズの方からですね、あの新曲のお知らせがで朝、これ何時ぐらいだ ?10 時ぐらい、9時ぐらいに届いてまして、あのお知らせが来ております。こんな感じでですね、見えますかこんな感じでお知らせが届いておりましてですね、ジョージアのね、CM の新しい曲ということで、あなたずっとジョ ジョージアとやるねみたいな。もうスポンサーじゃんみたいな。ヨネズ師スポンサージョージアですかみたいなぐらいやる、やってるんですけど、そこ最近ね。なんかもうすごいじゃないの。もうあ、もう今帰ってきてさ、暑い暑いと思いながらもう今子供動画撮ってるから、こんななんですけど。で、ヨネズケのね、アーシャーも皆さんも見た、見たと思いますけど、なんか今回も活かしたね、アーシャなんですよ。これ見、見、ましたこれ。こういう感じでさ、アーシャがあって。 こんなのとかね。ちょっとコーヒー飲んでんだよ。ちゃんと白いマグカップ持ってるんだけでね。水飲んでるかもしれないのに、ジョージやっただけでちょっとコーヒー感出るみたいなね。ちょっとこうなんていうのこのテロテロな生地のさ、なんか、かっけえ服着てさ、こんなんやってんだよ。また横になってんだよ、ヨネズケンね。こんなね、こんな感じですよ。うわ、こんなに寄ってもこんなに画質いいのじゃあ、ちなみにこっちもね、この、こんなコーヒー飲んでるヨネズケンと、なんか、どこ見てんだろうみたいなね。<laughs> 顔のヨケシですねで。ちなみに言うと、このね、ヨネズケンシが着てる T シャツなんか1万円ぐらいで買えるらしいんで、僕も買おうとしたんですけど、もうすでにソールダウトしてて買えませんでした。誰か持ってる人、なんかね、羨ましいんで教えてください。はい。で、そんな感じで新曲発表されててですね、概要欄にその CM のね、URL 貼っとくんで、みんなもう見てない人いないかもしれないんですけど、見てくださいね。なんかね、もう30秒ぐらいの CM がね、もう流れてまして、もうその中で曲聴けるんですよ。なんかね、す きえねあの、今までに、まあ、毎回毎回今までにない感じのね、曲作ってるんだと思うんだけどね、図剣士ってね。なんかね、それにしてもね、ちょっとね、なんかこう、新鮮な感じがしてすごく嬉しい。だし、なんだろう。 曲に関しては、でも CM の30秒しかまだないからね。あ、そうそう。でね、一番大事なのがね、その新曲の毎日っていう曲のですね、リリース日がねあの、フル公開日がね、決まっていまして、5月の27日ということになっております。月曜日っていう風になってたかな。5月の27日なんですけど、その日にフルで公開されるということなんですね。これどういうことなんだろうっていうのがね、ちょっと僕もわかんないんですけど、5月27日に公開されるってことはですね、今の段階でもう新曲、さようならまたいつかと、 毎日っていうのが2つあるわけですよこれさ前2つ曲あるってことはさもうこのままこれつらでシングルにしちゃうっていう可能性もなんか僕含めみんなアルバムを期待してたんですけどなんかねであのジョージアの CM ソングだし「さよならまたいつか」は朝ドラの曲だし「タイアップ」2曲でしょここにさタイアップじゃない1曲こうやって3曲にしてさそれで、えー、とシングルで CD にするっていう可能性ね出てきてるんじゃないかなって僕今んところ思ってんのね。だからアルバム まあ、ここからね何曲も出てきたりとかアルバムっていう可能性ももちろんあるにはあるんだけどねむしろその可能性の方が高い方が嬉しいんだけどでもうーんどうなんだろうなっていうふうには今の段階で僕は思っているというところではあるんですね。うん この米津玄師さんにあなたは一体どういう風に考えてるんでしょうってところなんですけどで5月の27日に公開されるということで、えー、まあ「あんしが出てるんですよね。で「アんシャが出てるってことはさ、まあ、おそらくこの曲も MV があるんだよ「毎日」っていう曲もね MV が出るんだと思うんですけどどうなんでしょうか。前回のさよなならまたいつかは真っ赤なジャケットを 北あのアーシャで MV だったんだけど今回は逆に紺というかさ青というか黒というかなんかそういう感じ色味じゃないですかあのねあちょっとピントが合わないですけどちょっとごめんなさいねピントがあったあったそうじゃないですかちょっと対照的ですよね一応文章としては「ジジョージアの新新に米津史が新曲毎日を書き下ろしましまた毎日のアーティスト写真は日常を切り取ったようなカットで、えー、と水谷太郎さんに手掛けていただきました」と。毎日フルの配信 日は5月27日ですフルの配信日って言ってるってことはデジタルリリースなんですよねおそらくデジタルリリースなんでもしくは MV でいきなりバーンって出てくるかどっちか分からないですけどそんなようなことになるんじゃないのかなっていう今の段階での僕の予測はそんな感じだからシングルの発売とかっていうのは今の段階では特に発表はされてないというところなんですけども円盤の発売ね発表はされてないんですけどまあ可能性あるんじゃないかなというふうには僕は今のところ思ってはいますでえっと 一応ですね米津玄師本人からは特に何のメッセージもなく、えー、事務所から出てきた情報になります。えー、CM の方でですねもうテレビで流れ テレビで流れてるの見た人いますもしくはねたまにいるんだけど僕の動画見てたらあの、ね、こ,こうやって僕の動画多分みんな見てくれてるんだけどこの動画見てたらそのこの動画の広告で米津玄師のなんかレディーの CM が流れましたとかいうのがあるからもしかしたらなもうすでに YouTube 広告とかでジョージアの CM が流れてるんだとしたらもしかしたらこの動画を見てくれたあなたがこの動画を見てる最中に米津玄師新曲毎日の CM をね見てる可能性があるわけ ですね、なんかね別に何もないんだけどテンション上がるよね <laughs> テンション上がるよねなんかね僕もねそうやって言ってくれる人がたまにいるからさなんか嬉しいんだよねやっぱ米津玄師のえ視聴者の人たちがここに集まってるっていうのは、ね、YouTube さんにもちゃんとねあの認知されてるんだなっていうふうに思うと嬉しいなというふうには思いますね。すっ テンション上がったね僕もねあの発表されて直後に見れたわけじゃないんだけどそのしばらく後に情報見たんだけどすっげえいいねしかも今回アーシャが3枚出てるんだよねちょっと違う衣装の違うカットもあったりとかして3枚出てるんですごく、えー、いいなあーかっけえなーってで僕もこのさっき言った1万円のシャツに、ね、買おうと思ったんだよ正直ネット見てるとツイッター見てると高いなーって言ってる人いたんだけど米津玄師が着てる服で1万円だったら超安いのねめちゃくちゃ安いので買える 1>, 1万円だったらシャツ1万円1万円っていうのは高いけどもちろんねユニクロとか行ったらもっとね1,000円何百円とか1,000円とかで買えるから高いんだけどにしても米津玄師が着てる衣装で1万円だったら激安なの。だかから欲しかった んだけどさ僕リアルタイムでさこの発表見られなかったからさ探せなくてさ手に入んなかったんだよねなんかどっかで手に入る手段あるよっていうのはもしね知ってる人いたらね教えてくださいってね実店舗の在庫もないみたいなんでちょっともうもうでに手に入んないんですよね。 ちょっっと困ったなこのぐらいだったら僕も手に入れてさここに飾っておきたかったんだけどさ、うん、ちょっともう難しそうなんだよねちょっと残念ですねまた機会があったらねでも米津玄師が着てるね服でね衣装で1万円ってもうそんな安い時ってなかなかないんですよね基本的に十数万円単位から何十万円単位の衣装を着てるんで高いから手に入んないんですけど、うん、ちょっと今回逃したね悔しい。 し <laughs> しょうがないいんでですすけどね悔しいですね悔、まあ、とりあえずこの動画では「新曲の毎日」っていうのが公開されてまして、えー、CM で聴ける30秒だけ聴けるようになってます。 ほんで、えっ、ー、と、あとは、リリース日がですね、5月27日月曜日というふうになっていまして、で、ジャケットじゃなくて、アーシャだ。アーシャが3枚公開されてますよっていうところだと思います。この動画のサムネイルね、僕結構いいサムネイル作ってたと思うの。アーシャがもともとかっこいいから、それをちょっと活かすだけで済んでるっていうのもあるんだけど、結構かっこいいサムネイルになったと思うんだけど、いかがですかもしこの動画ね、今見てくれてる人ね、あサムネイルどんなんだっけと思ったら、もう一回動画見返してもらうとサムネイル、ね、多分出てくると思う。 でぜひね、見てください。今回のサムネね僕結構生かしたサムネ作ったと思うんですよね。<laughs> なんでぜひ見てもらえると嬉しいです。じゃあ今日の動画、とりあえず、毎日っていう曲が出ますよっていう動画ね、出させていただきたいたら、開き今、初よろしくお願いします。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、またね